こんにちは。アクシス代表、ただ翼です。マーケティングって何だろうと、このように思ったことはないでしょうか。実は身近なところにたくさんのマーケティングが隠れているんです。今回はビジネスで欠かせないこのマーケティングについて、マーケティングの本質とは何かについて、ぜひ一緒に考えていきたいと思います。よかったら最後までぜひお願いします。まず、マーケティングの定義は何か、ここから始めたいんですが、マーケティングで結局何か。ズバリ結論から私の定義になるんですが、言っておくと、マーケティングとは、お客さんから選ばれる理由を作る活動全般です。ともすると、シンプルすぎるような表現かもしれませんが、この一言の中にたくさんの意味が実は詰まっているんです。で、今、お客さんから選ばれる理由を作る活動全般がマーケティングと言ったんですが、ではどうすればお客さんに選んでもらえるのでしょうか。それには次のこれから言う3つのポイントがあると思っているんですが、1. お客さんの文脈に合っていること。 2. 最も価値があると期待されること。 3 つ目がその期待価値に対して妥当な価格であること。これら3つがポイントです。では順番に見ていきましょう。1つ目のポイントは顧客文脈に合っていることです。文脈と聞くともしかしたら難しそうに聞こえるかもしれませんが、要するにお客さんがどんな状況で何を求めているのかということなんです。例えば、暑い日のある猛暑の日をイメージしてください。あなたは猛暑の中で喉が渇いていて、すぐに何か飲みたいと思っています。この暑い日の時に喉の渇きを潤したいという状況が文脈なんです。この状況であなたなら何を選ぶでしょうか？きっと冷たい飲み物を選ぶはずだと思うんですね。温かいコーヒーよりも、冷たい水であったり、アイスコーヒー、アイスティーの方があなたの文脈に合っているんです。はい。では次にですね、価値についても考えてみましょう。同じ状況でも人によって求める価値って違うと思うんですね。先ほどの猛暑の日のケースでは、ある人はとにかく安くて冷たいものを求めるでしょう。別のもの、人というのは、健康的で自然な飲み物、これを探すかもしれません。また、見た目でおしゃれな飲み物を欲しいと、こんな風に思う人もいるんじゃないでしょうか。つまり、同じ喉が渇いたという文脈においても、人それぞれが期待する価値が違うんですね。マーケティングでは、このような多様な価値観、顧客文脈に応えることが重要なんです。で、三つ目のポイントとして、価格の話です。いくら良い商品でも、値段が高すぎたら買ってもらえませんよね。かといって安すぎると商品やサービスの品質を疑われるかもしれません。例えば高級レストランで飲むアルコール飲料とコンビニで買うアルコール飲料は中身はほぼほぼ同じだとしても価格って全然違うじゃないですか。もし高級レストランでコンビニ並みの値段でドリンクが提供されていれば、それは安すぎるあまりもっと高い値段のドリンクが注文されるかもしれません。お客さんが期待する価値とその場面、文脈が違うからです。で、実際じゃあマーケティングでどういう風になっているのかというのが、これから見ていきたいんですが、実際のマーケティングではもう少し深いところまで考えていきたいと思っていて、次のパート、実際じゃあマーケティングはどうなの？これ見ていきましょう。実はお客さんが選んでいるというのは商品そのものではなく、その商品の特徴であったり、商品の属性なんですね。ちょっと難しいイメージがあるかもしれませんが、例えばスマートフォンを買うとき、あなたは何を基準にスマートフォンを選ぶでしょうか？カメラの性能が良いとか、バッテリーが長持ちする、デザインがおしゃれなど、あるいは今まで使っていたシリーズなど、いろいろあるはずだと思うんですね。で、これらが特徴であったり属性にあたるんです。つまり、あるスマートフォン A というのを買うのではなくて、カメラ性能の良いスマートフォンを買うというわけです。で、実はお客さんが本当に欲しいのは、その特徴や属性さえも超えたものなんです。で、これ何だと思うんでしょうか？そうなんです。お客さんが本当に欲しいのは、その商品を使ったり持っていることで、自分自身、あるいは周りとの関係、また、生活であったり仕事がより良くなること。これが本当に欲しいことなんですね。つまり、商品そのものではなく、その商品がもたらす価値であったり、顧客体験を買っているんです。例えば、カメラ性能の良いスマートフォンであれば、実際に欲しいのは、思い出を美しく残せることであったり、
SNS で映える写真が撮れること。他には、高級腕時計で当てはめると、時間を知るだけではなくて、自信であったり成功の象徴とか、洗練された印象を周りに与えたいこと。これが高級の腕時計に求めることですし、他には、そうですね、オーガニック食品に当てはめてみると、単に食事としてではなく、健康的なライフスタイルとか、あとは環境へ配慮している自分、こんなものを買っているんです。つまり、お客さんは今の生活とその商品がある生活というのを見比べたときに、より良くなると、このように期待できればその商品を選ぶわけです。で、ここで重要なのが、その期待という言葉なんです。お客さんは実際に商品、サービスを使う前から、この商品があれば、自分の生活であったり、自分の仕事はこう良くなるはずだと、こんな期待へのイメージを持っているんです。例えば、ダイエット食品を買うときに、お客さんはこれを使えば、きっと健康的な体になれるはずという期待を持つでしょう。実際に効果があるかどうかは別として、その期待が購買の大きな動機になるんです。はい。で、ここでマーケティングの役割というのが改めて見えてくると思うんです。3つポイントを挙げておくと、マーケティングの役割というのは、まず顧客理解にあります。お客さんがそのより良くなりたいと思っている心理、期待ですよね。ここを理解する。次に、自社の商品、サービスがどのようにしてそのより良い状態を実現できるのかを明確にする。顧客価値を定義するということです。そして、そのより良い未来への期待を効果的に訴求する。つまり、ただ商品の特徴を並べるだけではなく、この商品があなたの生活をこんなに素晴らしくしますと、これをストーリーとして伝えることが大切なんです。例えば、コーヒーメーカーを売るとして、具体例で考えてみると、あまり良くない例というのは、この製品は最新のドリップ技術を使用していますと。こんな訴求に対して、では、より良いと思うマーケティング的に良い方法は、この一杯であなたの朝が変わりますと。最高の一日のスタートを切りませんか。まあ、こんな風な訴求をするんですね。今のこの一杯であなたの朝が変わって、最高の一日のスタートを切りませんかという今の方が、お客さんの心に響くはずなんです。なぜなら、商品説明だけにとどまらず、商品がもたらすより良い生活のイメージも一緒に伝えているからです。はい。ではそろそろクロージングに入ってまとめに入っていくんですが、最初にマーケティングとは、お客さんから選ばれる理由を作る活動全般と言いましたよね。で、このマーケティングにおいて選ばれる理由を作るというのは何かというと、お客さんのこうなりたい、こうありたいという望みを理解する。で、次に自社商品がその願望をどう叶えるかを明確にする。顧客価値の定義です。そして、その願望が叶うというストーリーをお客さんに伝えていく。これがマーケティングでお客さんから選ばれるを作るということなんです。お客さんは結局のところ、商品であれば物を買っているわけではないんですね。より良い自分だったり、より良い生活、これになることを買っていると。この視点を持つことによって、マーケティングはより効果的になり、本当の意味で選ばれる理由を作り出せるんです。次に何か買い物をするとき、自分は何を期待してこの商品を選んでいるんだろうと、ぜひこのように考えてみてください。きっと、今回ここまで話をしてきたマーケティングについて、その本質が見えてくるはずなんです。で、マーケティングの世界というのは奥が深く、まだまだ面白いトピックってこれからもいっぱい出てくると思うんですね。ぜひ今後もマーケティングの本質に迫っていければと思っています。はい、今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。